2022年7月22日放送の NHK 連続テレビ小説、ちむどんどんで、ヒロイン、比嘉暢子、黒島結菜さん、と幼い頃からの友人の和彦、宮沢氷魚さんの恋路が進展した。ツイッターでは、こんな二人をどう祝福しろと、ちむどんどんしない、と冷めた声が広がっている。以下、ネタバレを含みます。僕はこの手を絶対に離したくない。和彦と両思いだったものの、結婚や恋愛のために仕事を諦めたくなかった暢子。沖縄のお盆、ウークイに帰省した際に、母の優子、仲間幸恵、は亡き父、健三、大森直、との馴れ初めを聞かされるなどして、仕事と恋の両方をつかもうと心境に変化が生じる。一方、東京で新聞記者として働く和彦は、沖縄戦の遺骨や遺品を収集する嘉手刈源氏、塚山正音さんの取材のために沖縄を訪れていた。両親の馴れ初めを知り物思いにふけっていた暢子に、海辺で再会。嘉手刈さんの話を伝えた。嘉手刈さんは戦時中、鎌、洞窟、唐釜へと逃げ回る中で両親を失った少女と行動を共にしていた。逃げ切ることができたら養子にならないかとも話していたという。しかし激しい艦砲射撃に襲われ、必死に逃げるうちに、握っていた少女の手を離してしまった。嘉手刈さんは少女を救えなかった後悔を胸に、遺骨収集を続けていたのだった。和彦は、嘉手刈さんの話を踏まえ、僕はこの手を絶対に離したくない、と暢子に迫る。暢子は、うちも幸せになりたい、と答え、こう述べた。和彦は、うん、結婚しよう、と受け止め、二人は明るく透明な海を背景にキスをした。交際ゼロ日での婚約だった。この展開にツイッターでは、暢子と和彦がくっついても1ミリも嬉しくもない、などと冷めた声が広がっている。二人とも、愛ちゃんのこと忘れてる。そもそも和彦には、5年以上の付き合いを重ねた婚約者、大野愛、飯豊まりえさん、がいた。愛の両親が式場の準備を進めていたのにもかかわらず、和彦は暢子に惹かれていく。それを理解した愛が手紙で別れを告げると、和彦はその日中に暢子に告白した。ある、一方で暢子は和彦への思いを自覚した後、愛に対し、和彦くんのことが好き、でもさ諦める、と宣言。幼馴染、砂川さとし、前田豪樹さんからのプロポーズは、うちは料理に集中したい、などと断った、和彦のことが、好きなのか、という問いには答えなかった。この二人の恋愛模様について、ツイッター上では、浮気、略奪、不誠実、などと非難する声もある。